音少女の鐘の声。
ですね、尊いご縁であるなということを思います。私もですね、2月の27日に緊急事態宣言が発令されており、3月、4月、5月、6月、7月とお説教は開店休業をしておりましたね。この秋からようやくですね、本校がスタートするわけでありますが、一方ではね、またこうですね、第3波なんていうことも言われましてですね、この愛知県の方もですね、だんだんとこうですね、じわじわと、感染が広がっておるように、伺っておりますので、今日は幕の向こうから失礼をいたすわけであります。さて、この法恩公というのは、ご承知のように親鸞聖人のご一代の見教えをですね、この至福の絵に表しましたですね、ご当山にも今ですね、左の山にかかっております。これが1福目、2福目、3福目、4福目と、このようにございまして、下から拝見をいたしますので、この法恩公というのはちょうどですね、この四福目の中段ですね、ここですね、親鸞聖人がいよいよですね、750年の昔、90歳という稀に見るご長命でございましたが、そのですね、この親鸞聖人のご生涯がいよいよ、このですね、ご病気が重くなる、そのことをですね、絵に表したですね、ご英伝というものに対して、言葉書きを御伝承と申しまするが、この御伝承が上下2巻に分かれておりまして、下巻の第6段上人工場に歳水の栄ぬ中東下旬の頃よりいささか触れいの気増します。それよりこの方口に世辞を交えず、ただぶっ飛んの深きことを述ぶ。声に余言の表さず、もっぱら称名を耐えることなし。格のごとく御伝承に示されるがごとく、今から750年の昔、弱いは90歳であるということでありますので、いささか触れいの気増します。つまり、ご病気がいよいよ悪化をしていったのでありましょうけれども、あたかも古木が一日一日と枯れゆくがごとく、いよいよ親鸞聖人のですね、ご往生が近づいたのでありましょう。11月の21日、その頃となりますと、口に世辞を交えず、ただぶっ飛んの深きことを述ぶ。声に余言の表さず、もっぱら称名を耐えることなしも、シャバのことは一切仰せ遊ばさずにですね、ただ何万ラブ何万ラブと念仏三昧においでになったわけでありまするが、いよいよ往生は11月の28日のお昼でございます。同じき第8日馬の刻図北面祭右京に伏したまいて、ついに念仏の意義絶えましまし終わんのとご伝承にございます。これが親鸞聖人のご往生の模様ですね。親鸞聖人がご往生遊ばすそのことがですね、750年経ってきちっと語り継がれておるんですね。親鸞聖人は徹頭徹尾念仏三昧の方であったよ、こういうことでありますね。だからいよいよ、このご病気が進んでまいりました。90歳の11月もですね、20日も過ぎますと、もっぱら称名を耐えることなし、何万ダブ何万ダブとありし日のことを思い出しながら、もっぱら称名を耐えることなし。同じき第8日馬の刻
増幅面祭という手頭を、北枕に、ですね、西にお迎え遊ばして、ついに念仏の息絶えましましおわんぬ。翻れば親鸞聖人のご生涯は、この西暦1173年と申しますから、この3年後がですね、ご誕生から850年ということを数えるわけでありますけれども、京都で生を受けられまして、幼くして父上母上と別れ遊ばして9つの春、明日まで待てんという真剣な態度で、比叡山の門を叩き、それから20年長い月日のその間、一生懸命勉強学問遊ばすのは料理のためではございません。ただただ、真実の仏道というが明らかになるようにと、明けてもくれても厳しいご修行を遊ばしたわけでございますけれども、20年経って明らかになったことは助かるやつではない、助けられるよりほかなかったと、比叡山を降り、京都は六角堂に100日、御参道を遊ばし、95日の暁に、六角堂建立遊ばした聖徳太子のお告げによりまして、親鸞聖人がですね、生涯の師と仰ぐ、法然上人とお出会い遊ばすということになるわけでありますけれども、そのことをですね、親鸞聖人は、お言葉にですね、仰せになっておいでになりまして親鸞聖人が法然上人に出会ったという言葉を、こういう言葉でね、仰せになっておいでになります。ご一緒にマスクの中から3杯造行を捨てて本願に帰す。これがですね、親鸞聖人が29歳で、比叡山を降りて法然上人と出会い、これからお念仏の一同がですね、まさに出発するという言葉ですね。はい、造行を捨ててというのが、これは自力ということでしょうね。比叡山での20年間、つまり比叡山の20年間は助かるつもり、参るつもりのこの自力の心が折れまして、助かるやつではない、助けられるよりほかなかったと、そのお前を救わずには折れんわやの、阿弥陀様のご本願お心というものに出会ったわけでございます。これから6年間の間、喜びのご生活が始まるわけでありますけれども、その当時はですね、親鸞聖人が活躍なさる時代を鎌倉時代と申しまするけれども、その当時のですね、仏教と申しますと、まだですね、平安時代の仏教を引きずっておる。平安朝の仏教を貴族仏教と申しまして、これはですね、仏教には戒律がある。その戒律の筆頭は不殺生戒、物の命を取ってはならん。なるほど、それは道理だけれども、直接手を下さずに生活が送れるのは天皇貴族だけである。ということで、800年前の私たちの先祖は、仏教に救いがあるということは常識的に知っているけれども、それはわしらのことではない。在家始終の道行が、物の命を取りながらしか、あるいは百姓をし、あるいは漁師をしてしか生活も行えない、わしらは所詮地獄にしか落ちようがないと疑わない、その人々に法然上人、親鸞聖人は、仏様にそんな区別はありませんよ、戒律を守れる人は好きだけども、守れん人は嫌いだ、守れるやつは救うけれども、守れんやつは救わない、そんな違いはありません。
ことに阿弥陀様という仏様のお心は粗末なもの哀れなものほど救わずにはおれんとおっしゃる。このことに驚いた800年前の方々は我も我もとお念仏にですね、このですね喜びを持って立ち上がっていったわけでありますけれども、そのことが結果的には、体制側からすれば都合が悪い、つまり、法然上人親鸞上人は寝た子を起こすということから図らずも、この三幅目にですね、描かれるがごとく法然上人親鸞上人は念仏断末ということで、こちらが、五条の代理でありまして、ここについにですね、正元元年という年にですね、親鸞上人35歳、法然上人75歳の御時に念仏は唱えてならん、広めてならんというお達しが出たわけでございます。そして一段上がって、ここは朝廷の忍受殿、今でいうところの裁判所ですね。6人の表情は裁判官、法然親鸞をどうするかということを今決議をしておるところでございますけれども、この羽越方の中にも九条関白金実公をはじめといたしまして、大勢の念仏の信者がおいでになりましたので、法然親鸞に何の罪があると主張なさる方もあれば、まあ反対にと申しますか、やはり法然は責任者だから罰せないか、死罪になるか流罪になるか、あるいは無罪か、そういう難しい状況下に置かれておいでになりましたが、法然上人は普段と何ら変わりはありませんよと、こういうので日課6万遍と言って、法然上人は元日から大津の森まで一日も油断なく念仏を一日6万遍ご修行をなさる、これが法然上人だそうでございます。お弟子の一人が心配をあそばして、今まだ罪の決定の下されない未決でございます、しばしの間、せめて罪の決定が下されるまでの間、唱えたい念仏のおやめくださった方が御身のためではございますまいかと忠告をしに来たこのお弟子に対して、法然上人は、お前はまだ自力から抜け取らんなとおっしゃったことです。わしの念仏はわしが唱えておるのと違う、阿弥陀様がわしの口を出たり入ったりしてくださるで、我が力ではやまなんだ、これが法然上人のお心でございます。そのことによりまして、法然上人親鸞上人は流罪、つまり島流しに遭われます。法然上人は、四国へ、我が親鸞上人は雪の越後へと罪の決定が下され、これにはこの我が親鸞上人お怒りになりまして、狂行心証に曰く、主上進化法に背き、義に意志怒りをなし、穴を結ぶ、主上といったら天皇陛下ですね、進化とは役人です。この度の裁きは間違った裁きでないかと示談が踏まれたわけ。それに対して、ご師匠法然上人、お前の言うことには一つも間違いはない、じゃがわしの言うことを一通りよく聞けよ、都に住んでおればこそ誰からも仏法が聞けるが、あの四国の人や越後の人は
住まう場所が悪いがために仏とも法とも聞かばこそ、尊者徳者に舞いくれてやがて無常の風に誘われや、ハラ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 と秋の木の葉が散るがごときありさまで三幕堂に舞い込んでゆくのじゃが、お浄土に往生を遂げる往生人は天世の星の数よりもまだまれなるありさまを大時代日の御仏御覧がそばしてたまらんことになって、お前ご苦労じゃが、罪人と札つけられて南海四国へあるいは越後へと足運んで、かの地の人々に血のたる仏の心を説いて伝えて、一人たりとも我が浄土へ連れて帰ってはくれまいかやのお達しと、お前心得られないかや。ご師匠様目が覚めました。もし本次上人流刑に処せられたまわずんば、我また廃所に赴かんや、我また廃所に赴かずんば、何によってか偏僻の分類を消せん、これなお司教の恩知なり、ご師匠様がご流罪に合わせられなんだら、この親鸞も越後へはいけません。わしが越後へ行かなんだら、越後の人々誰から仏法が聞けるでありましょうかと、この度の流罪、ご師匠様のおすすめによって喜び喜んで参らせていただく身にまでお育てをいただきましたと、右と左にお別れあそばして、法然上人は、その当時鬼が住むと言われる南海四国、我が五海山親鸞上人は雪の越後へ、こういうことで、まずは京都内出ヶ浜から琵琶湖をお船で北へ、越中一無理、親知らず子知らずの難所を越えて、越後は小田ヶ浜というところにおいでになりました。ね、これ、こういう字を書くんですね。これで小田ヶ浜というふうに読みます。親鸞上人が、島流しに上がれた。そういうところですね。で、今日お話を申し上げたいのは、このね、越後でのご生活というのは、4年の罪人としての生活を含めて足掛け7年間越後在住を果たされて、そしてすで、に、ですね、この罪がほどけましたので聖天白日の御と同じ遊ばしたので、ね、二度と再び会うことはできんと覚悟をしておいでになりました、ご師匠法然上人と会いたい。ところがご師匠法然上人すでに80の御年1月25日今生のお別れを遊ばしたいうことから、残念涙に遅れになり、もうご師匠のおいでのない都に帰っても何の所詮もない、それよりは金々関東八州に念仏の種をまいていただきたいと、こういうことから京都へ帰らず関東においでになりまして、42歳の時にですね、関東は讃岐というところにおいでになりました。讃岐というと私ならすぐうどんを思い出すんですけどね、あの四国の讃岐じゃないんですね、関東にですね工場があって讃岐というところがある、ね、これがね、実は親鸞上人が42歳の時にですね、ここに青い字で書いてありますね。どういうことが起こりましたかね。讃岐で浄土三部経を
千部六樹を発願とありますね。そしてその横にやがて中止ってあるでしょ。これどういうことかというと、親鸞聖人が42歳の時に関東で三部経を千部六樹しようということを発願されて、そしてそのことを実行なさった。ところが途中でおやめになったということ、これ一体何を意味しているんでしょうか。いいですか。先ほど申し上げましたね、親鸞聖人は比叡山で20年間ご修行を遊ばしましたが、自力では救われないと言って、助かるやつじゃない、助けられるより他なかったと、こういうので親鸞聖人は造業を捨てて本願に帰した。つまりただ念仏の一道に歩まれたわけ。これが29歳。ところが29歳で出会われたはずの親鸞聖人が今申し上げることは、42歳の御時に浄土三部経を千部独自するということは、これは自力にまた戻ってしまった、こういうことです。なぜか、それはこれからね、17年後に今度は讃岐から下妻というところにおいでになった、その時の様子が奥様である恵心尼姑のお手紙に残っております。奥様である恵心尼姑の手紙を見てみましょう。これが、奥様恵心尼姑のね、お手紙でありますね。じゃあ一緒に読んでみましょうか。読めません、ね。はい。これ一体どういうことが書いてあるかというとね、こういうのがお文の中に、お手紙の中にってことね。はい。先年に寛喜3年の4月4日より山瀬玉池、蒼来氏時のこと書き記して文の中に入れて候に、その時の日記には4月の11日の暁、次ですね、経を読むことは今はさてあらんと仰せ蒼来氏は、やがて4月の11日の暁と記して蒼来家に候、それを数え候には8日にあたり蒼来家に候、4月の4日よりは8日にあたり候なり、ちょっと候論って候論ですから難しいですけど、内容はそんな複雑なことではありません。もう一遍ね、これ手紙見てみますよ。この一番最初、ここですね、寛喜3年、これ見えますね。ね、つまりこれが寛喜3年。寛喜3年というのは、親鸞聖人が、そのですね、讃岐から下妻においでになった、ね、17年ほど後のこの時代です。この時のことが書いてある。で、どう書いてあったかというと、実は親鸞聖人が、このね、下妻というところで、病気になって、そして寝込んで見えたそうです。高熱を出して、ね、4日ほどね、こう、なって寝られたということです。うん。それでね、そこにね、こういうふうに書いてある。人を寄せつけなかった。何でですか？うつる可能性があるからですね、うん、インフルエンザにかかったんですよ。それで高熱に浮かされた。そして4日経って親鸞聖人がね、この
上事をおっしゃった、そのことを奥様が変えてみる、どんな風に変えてみるかって、ここですね、はい、今日読むことは今はさてあらん、こういう風に書いてある。これどういうことかって言ったらね、今頃俺は何をしているんだろうかという意味だそうです。これが実はこのね、夢をご覧遊ばしたというのが17年ほど前のさぬきにおいでになった時のこのことが17年経って今度は下妻というところで熱に浮かされた時に夢になって、そして上事にまでなって出てきたというんです。じゃあこの背景というのを少し確認してみましょう。はい、これね、さぬきに見えたのはこれ42歳の時ですから、建保2年という年に当たります。西暦1214年さぬき、4月、9月、10月それぞれ大地震が映ってます。そして天には彗星が現れておる。でさらに今度16年経って、これが寛喜2年、西暦1230年、親鸞聖人58歳の時、6月の9日美濃信濃で雪が降っている。6月17日綿入れをしている、冬のごとく寒い。そして11月21日桜が咲いている。12月18日セミが鳴いているかと思えば、12月23日今度は雪が降る。こういうことが起こっているんですね。なんでこんなことが起こったか、これが今日のこのテーマですね。マスクのテーマです。つまり私たちが今このコロナ禍にあって、保温校で何をどのように聞くかということが、実は親鸞聖人のご生涯から尋ねることができるんじゃなかろうか、こういうことです。それでね、これ調べていくとね、こういうことが分かってきました。ちょっとね、ちょっとこれね、見にくいんですけど、私もこれがちょっとだけここありますからね、ちょっと見にくいんですけどね、これね、インドネシアの火山が5300キロ離れた京都にって書いてあるでしょ、ね、これね、これ論文ですよ、ね、火山を研究された、これね、これラピューニュというね、この学者の見解です、ね、これ何が書いてあるかというと、サマラス山が噴火、過去3700年間で最大規模と推定、西暦1257年に起きた噴火は過去3700年に起きた噴火では最大規模と推定で、そのことがね、この年は夏は異常低温で夏のない年、大雨による洪水が頻発したことにより農作物が不足だったという記述がある、ここがあるんですね。でね、この記事はこれはね、今までね、それまでに、最大のですね、歴史上、火山による噴火があったと言われておったことが、実はタンポラ山のものだったということがここに書いてあります。で、この巨大噴火による噴出物は体積にして40立方キロメートルに上るからね、40立方キロメートルってちょっとわからんでしょ。たまたま私ね、昨日、法恩校で田原にお説教に行った
だからね、ちょうどこっから田原が40キロ。ね。で、その40キロのが、なんていうんですか、立方ですから、ね、40キロ四方ほどたくさんの、要するに、火山で噴火して、その噴火した灰がそれぐらいあって、そしてそれは地上4万3000メートルに達した。いうことを書いた。ちょっとずらしますね。さらにこの噴火により生じた硫酸塩や火山灰は遠くグリーンランドや南極にまで達した。なんでそれがわかるかというと、ここですね、これらの場所にある氷床コアに閉じ込められていることが氷のサンプル採取で判明したよ、ということをこの学者がこれ解説してます。そしてね、まあちょっと時間がもったいないんで、そのことが日本の貴族の日記を読むとこう書いてある。1257年5月10日明け方に京都で木の葉が燃えたような灰が天から降った。比叡山が焼けるとこんなようだと言われた、ということが書いてあるんです。今回の新型コロナウイルスは、私たちが、全世界が近年経験したことのないことを今経験しているわけですよね。で、中国は認めてませんけど、武漢というところからね、発生したというふうに言われてますね、うん、では皆さんも言うんですよ。貿易が発達して飛行機で世界中行けるようになったからこうなったんだね。ところが800年前すでに赤道近くのインドネシアで起こった火山によって日本にまで影響がすでにあったということがこれで分かってきました。だから夏がなくて冬にセミが鳴いたり、逆に夏が冬のように寒かったりしたんですね。そういうことになると、どんなことが起こるかというと、当然大飢饉、そしてこういう疫病ということが世界中に起こってくる、こういうことですね。で、そのことはね、これ親鸞聖人から数えて8代目の蓮如上人のお文さんの中にね、疫霊のお文っていうお文さんがある。疫霊のお文っていうね、疫霊というのは疫病のことですね。その疫霊のお文というのは、ね、7年間の間疫病が蔓延して人がバタバタ亡くなっていく姿に筆を取られた蓮如上人のお手紙です。そのお手紙には、手紙でありますから、最後にこの手紙が書かれた年号が記されている。それが蓮如上人78歳の延徳4年6月ということが書かれている。そのね、疫霊のお文ということは皆さん方聞かれたことあるかもしれませんが、その疫霊のお文というお文さんが書かれた延徳という、ですね、頃にどういうことが起こったか、これは親鸞聖人の時代よりも少し、この時代が下がりますけれども、まあ、こういう感じだね。疫病により改元。これはね、山梨県に妙法寺記という、これはお寺の日記でしょうね、うん、文明18年この年疫病流行、戦死一生なり、翌87年この年疫病にて人多く死ぬること大半に過ぎたり、
またその翌年も7月8月疫病首都多く死すとあり、翌89年にはこの年も疫病流行して人民死すと記したが、悪いことに翌90年にはこの年多く日照り、後には台風、また大雨降りで作物は実らなかった。大飢饉申すばかりなしと疫病ばかりでなく飢饉にもなってしまったと記録。これ私たちも今年ね、九州豪雨というのあったでしょ。ああいうことこれ言っとるじゃないですかね。うん、当時飢饉になれば普段口にしないものも食べ、体も弱っているので疫病が一層蔓延。開元の前年91年この年、大飢饉申すばかりなしと状況悪化と記録。ついに開元の年、興福寺では、興福寺でわかりますね、奈良の興福寺です、春日大社のね隣にあります。興福寺では疫病退散のために薬師如来一日杖を施行。これわかりますか。つまり疫病が流行ってこれを何とかしたいということから、あの奈良を代表とする興福寺が寺を挙げてお薬師さんに、つまり何とか疫病退散を法要を務めたということです。今私たちが求めておるものはこのコロナウイルスに対するワクチンでしょ。これ薬師如来だから、それこのことを言ってるんですよね。ところがそれでも疫病倍増、さらに般若心経へを施行したがご利益なく、7年間にわたる疫病化から逃れるには開元しか方法がなかったって書いてある。それでそれが延徳4年の7月という年でした。はい、これね。で蓮如様が疫霊のお文を書かれたのは同じ延徳4年の6月こういうことです。ちょっと長くなりましたがここで休憩取りますが、これは蓮如さんの時代、500年前ですね。で昔はこうやって大飢饉、災害、疫病、こういうことがあると開元するんですね。で親鸞上人の時代は鎌倉時代でしょ。鎌倉時代という時代は148年間、ね、と私たちで言うと150年ですから、江戸から明治、大正、昭和、平成、令和ですね、6回開元しとる。じゃあ親鸞上人の800年前の鎌倉時代の148年で何回開元しとると思います？48回。ね、これ分かりますね。ちなみに言いますよ、親鸞上人の鎌倉時代という時代の平均寿命って皆さん分かります？親鸞上人の800年前の平均寿命何歳だと思います？50歳だと思う人、45歳、40歳、はい、35歳、30歳、それ以下、はい、正解言います、24歳。こんなお前いくら説教したからって言ってくれ、口から出まかせ言ってと思うかもしれませんが、これはねきちんとしたデータがあります。鎌倉市のところにね、由比ヶ浜という浜があるのね。そこにね、あの遺跡がある、由比ヶ浜遺跡って言うんです。でそこにね、あの人骨がたくさん見つかったと。これでそれを調べると何歳で亡くなったかというのが分かるそうです。どこで分かると思います？年輪があるんですよ。そうそう、木に年輪があるように、どこで分かると思います？歯、歯で分かるんだって。でその亡くなった人の、鎌倉時代に亡くなった人の歯を
調べたら250の遺体が見つかった。いやいや、遺体の数はもっとたくさんあったそうですよ。ただ年齢が識別できる歯を持つ遺体が250あった。その250の遺体を調べてみると平均年齢が24歳と分かったというんですよ。これはかなりデータがしっかりしとるでしょ。親鸞聖人の時代でそういう時代なんです。じゃあ逆に質問しますよ。人生50年っていうから、日本人の平均寿命が50歳に達したのが何時代ですか。江戸時代。江戸時代、はい。私はね、鎌倉の室町時代だと思ったんです。何でかって言ったらね、蓮如さんのお踏みの中にね、人間50年ってお踏みさんがあるんですよ。だから私は室町時代と思ったけど、お父さんの方が近い。だけど江戸時代じゃない、もっと新しい、もっと新しい。はい、正解は昭和22年。昭和22年に初めて日本人の平均寿命は50歳に達します。うん、これあの平均寿命の数え方っていろいろあるでしょ。だけど今のね、私たち今女の人は86歳になったでしょ。その数え方でいうと、親鸞聖人の鎌倉時代は24歳、そして日本人の平均寿命が50歳になったのはまだ戦後、昭和22年。ということはこの70年の間に30年以上寿命が伸びたってことね。そうですね。そのことによってさまざまなことが起こってきたんじゃないですか。その最たるものは年金問題でしょ。それからもう一つ、自動車の踏み間違いの問題。皆さん方、車の免許取るとき返すこと想定してました？想定してないですよね。うん、そうなんですよ。そういう時代にあって、実は私たちが今体験しておることはすでに親鸞聖人、蓮如聖人が体験してみえるということが分かってきました。その中で今日は、法恩公のですね、ご縁にそのことに迫ってみたいと思いますが、ラストミステリーはコマーシャルの後でございます。それではしばらく何万ダムス何万ダムス何万ダムス、じゃあしばらく休憩を取らせていただきましょう。